ケンキさんも落ちにつく声してるもんね。え、落ちにつく。ちなみに自慢じゃないけど、8年活動してガチ恋 DM 来たの1回だけです。1回待って、1回なの？1回がどんなのか気になる。あっ、わかった。それはオープンレックにいた人ですか？部分的にそう始まっちゃう。私のヒオイネーターが違うね。あ、違うんかい。違うか。いや待って、長文でちゃんと返した、すごいな。でもなんか真剣にお付き合いしませんかみたいな、ゴキブリ人たまにいるよね。いるんですよ。 PUBG のお冬の日に DM 来て真剣に長文で返信したけど返ってこなかった。え、返ってこなかったってどういうこと？え、真剣に OK したの？それって遠慮しながら断った。あ、それはまあ、あと余談だけど、その日のイベントで河川さんがファンと写真撮ってた時に乳首をすごい強さ…待って、何？なんて言った？あと余談だけど、その日のイベントで河川さんがファンと写真撮ってた時に乳首をすごい強さでつままれて切れてた。え？え、何？え、それって何？河川さんの乳首をつままれてるってこと？河川さんが乳首をつまんだわけじゃなく、河川さんの乳首をファンがつまんだってことだよね。昔河川さんのおっぱいを揉みながら写真を撮るのがファンの間で流行ってて。何それ？あー、これきついやつだ。あちゃー、ガチで痛すぎてお気持ちツイートしてた。乳首なくなっちゃうんじゃない、そんなの。もうない。来た、ツイッター。先に言っておきますが、乳首をつねらないでください。え、ガチじゃん。あ、え、痛そう。何人にも乳首つままれたらそりゃ痛いでしょう。なんかさ、そういうお店で働いてる女の子の友達とかがさ、学生時代の友達でね、いるんだけど、あと5秒、なんか取れそうになるって言ってた。壁を補強した。ちゃんと取れそうになってすごく痛くて不愉快って言ってた。だから乳首をめっちゃつねってくるおじさんは嫌いって言ってたよ。ちゃんとみんな気をつけた方がいいよ。それがね、河川さんの乳首をつねるっておもろすぎだろ。いや、そんななんかガチ恋 DM にしっかり長文で返すのおもろいな。寝てても飛び起きるくらい痛い。エリアを確保。飛び起きんの？
って。目覚めちゃうんだ。ケンキさんの今度ひねってもいいですか？え、それはちょっといいよとは言えないな。実家の子猫によく噛まれてた。あ、なんかツイッターで見た。子猫が男の人の乳首をなんかねえあれしてるの見た。猫かわいそうじゃないって思ってさ。そういえば、ね、普通になんかなんだっけ、いいねかリツイートで回ってきたよ。ちょっと猫がかわいそうじゃないってなんかじゃないって思ってさ。